ピア村上、始めるよ。シワ首、持っていくがよい。今川家を滅ぼし、今川家臣団を九州合併したところから再開じゃ。とりあえず、今川攻略戦は終了じゃ。皆の者、帰るがよい。どれどれ、小田原城攻略は順調かな？むむむ、たくま衆が壊滅寸前ではないか。無理をせず、帰るがよい。さすがは天下の剣城。簡単には落ちそうもないな。かつての北条がやってきたように、今度は我々が兵力でゴリ押ししよう。ということで、半蔵よ。ご詰めに出てくれ。城攻めと行くぞ。皆、ついて参れ。おばたさんもご詰めを頼みますぞ。城を落としてみせる。いざ、出陣。さて、次は城主を決めなくては。霊昇院ちゃんを故郷に返してあげましょう。神原城の城主に任命するぞ。私にお任せを。うむ、任せた。うじいだねー。何やら、ってなんやねーん。お前の可愛い妹じゃないかー。まあよい。霊昇院ちゃんの下で働くがよい。ありがたき幸せ。お前にプライドはないんか？関口も今川一族じゃったな。神原城に入るがよかろう。感謝いたす。セナも今川一族か。霊昇院ちゃんを助けてやってくれ。ありがたいのう。正幸師匠は昇進して、もう少し土地を持てますね。砥石城から二人ばかり引き抜きましょう。菊さんと。感謝いたす。霊昇院ちゃんと顔見知りであろう。昇陽剣も霊昇院ちゃんを助けてやるのじゃ。片付けなし。広告事情には、氏家さんに入ってもらおうか。妖怪の喜びぞ。広告事情の与力には、内藤信成をつけてあげよう。妖怪の喜びぞ。次は新人研修じゃな。いいな、おとらちゃん。ありがたき幸せです。先見の明がある酒井さん。片付けない。鈴木重時さん。感謝いたす。イケメソのいいなおきかさん。片付けない。光栄査定に泣かされてる岡部正綱さん。恩に着ようぞ。こっちみんな。ひどい。ありがたく存ぜ。鈴木重義さんを代官に指名するぞ。ありがたき幸せ。人材が増えて嬉しいものよ。飯田城が陥落して、高遠城はノップと接するようになってしまったな。千代女幼稚園の園児に、ノップの間の手が伸びそうじゃ。わしの国清と千代女ちゃんのメンバーを入れ替えようか。ありがたき幸せ。八形城の開発を進めて、金山開発に乗り出したいので、千代女幼稚園児を強制卒園させようか。阿蘇屋さん、明日から時田さんのところで働くのじゃ。何古民がたし。千代女ちゃん、罪な女や。長坂さんも時田さんのところで働くのじゃ。承服しかねる。住めば都じゃぞ、そのうちなれるって。千代女幼稚園の新しい園児は、ブラック企業の北条で苦労して老け顔になってしまった原さんじゃ。ありがたき幸せ。うむ、これで若返ると良いな。千代女ちゃんは政務が苦手なようなので、政務が得意だけど問題児の松田さんを送ってあげよう。うん、行きます。ノップに伊豆を落とされるとまずいのう。駿府を攻略して、伊豆を北条最後の地としてノップから守ってやろうか。戸隠衆よ、神原城に向かうのじゃ。皆、ついて参れ。室川衆も神原城に向かうのよ。いざ、出陣。ぐぬぬ、まあ他国境紛争か。仕方ない、わしがやろう。ではかかるとしよう。聞いていただけますか。うむ、その提案を待っておった。さすすだ。やり遂げてみせましょう。滝山城にもトレセン学園を建設できるのか。やっと刑務会。わかりました。え、私は？
そろそろお前にも領地をやろう。オークマーの下で働くがよい。やったぜ。よいに行きます。さて、わしも駿府館攻略に乗り出すとしようか。おのども、ついてこい。嬉しきことよ。さすすだ。聞くことになろうとは。むむむ、小田原城攻略は激戦のようじゃな。時田さんも小田原攻略のご詰めに出るのじゃ。城を落としてみせる。おうおう、その息じゃ。みな、続け。穴山もわしの駿府攻略についてくるのじゃ。早々に掌握します。千代女ちゃんも駿府攻略にお付き合いくだされ。彼の血は我らのものです。出陣です。正幸師匠も来てくれ。直ちに制します。遅れてはならぬ。お、千代女ちゃん、見事じゃ。お使いするとしよう。うむ、期待しておるぞ。聞いていただけますかな。おうおう、井出浦さんは欲しいのう。信貞よ、ぜひとも成功させるのじゃ。やり遂げてみせましょう。万歳。見間違いかよ、まったく人騒がせな。敵兵追えたり。さすがはレッドマサカゲ、見事じゃー。攻め落としたり。おうおう、小田原城ゲットにだー。敵将取り押さえたり。おう、大量じゃ。さあ、ブラック企業の北条から世界のリーディングホワイトカンパニーの村上に転職するチャンスじゃぞ。どうじゃ。使えてみるもよいかな。ほほう、偽関羽じゃないか。歓迎するぞ。お断りします。やっはー、オブジェ大量入荷じゃ。みんな小田原城に飾ってやるぞ。やれ。悔いはありません。久しぶりの尻食い希望者じゃ。やれ。口惜しんはこれまでか。我が道に悔いはなし。悔いなしなんて言うなよ。慈悲深いわしが尻食いをプレゼントしてやろう。やれ。我が道もこれまでか。ここで果てようとは。これも将としての定めか。ふむ、今回は S 級オブジェがなかったな。寂しいのう。ふむ、小田原城攻略に参加していた部隊は帰るがよい。小田原城攻略に参加してなかった小畑さんは駿府攻略に参加してくれ。彼の血を制すは我らよ。考えが。おう、人ではいくらあってもよいぞ。須田さん、頼みますぞ。やり遂げてみせましょう。兵よ、声を上げよ。行くさぞ。やっはー、そこをどけ、サルー。行くぞー。戦を何度味わっても良きものぞ。蹂躙して勝つとし。そうじゃ、小田原城に人を入れなくては。力不足は明らかじゃが、家老の畜産にやってもらおうか。ありがたき幸せ。霊昇院ちゃんの武力サポートとして世界の矢沢の息子さんをつけてあげましょう。恩に着ようぞ。さて、このまま駿府館に乗り込むぞ。いかに動くべきか。城を攻めよ。みんな、行け。わしがノッツの後続を遮断すれば、ニラ山城は耐えられそうじゃな。口をしんな、引く。あ、穴山。お、川原さんを見つけたか。さすすだ。これは優秀じゃ、喜んで迎え入れますぞ。お使いいたします。うむ、わしは下駄を投げつけるような暴君ではない。安心して使えるがよい。は、切れそう。
信貞、よくやった。聞いていただけますか。うむ、井出浦さんはぜひとも欲しいぞ。早速取り掛かってくれ。やり遂げてみせましょう。ウージーアスのせいで、小田原は焼け野原になってしまったのう。まずは民のために、灌漑水路を整備するのじゃ。やっとけ、大浦。任されました。反骨の層が出てる大浦さんには、この舶来時計を差し上げますぞ。どうじゃ？ロレックスの腕時計並みに自慢できる一品じゃぞ。追いに来ます。そうかそうか。そんなに欲しかったのか。これからも忠義を尽くせよ。お聞きいただきたし。ふむ。確かに戦線が遠くなって、戸隠衆は使いにくくなってきたからのう。取り込むことにしようか。お任せを。城を制したぞ。やっはー、駿府館もゲットしたぞ。縄に繋いでおきなさい。あの、わしもナオトラちゃんに縛ってもらっていいじゃろうか。はあ、はあ、まだ殿の病気が。おお、これは久しぶりの S 級オブジェ入手のチャンスじゃ。どうじゃ、わしのオブジェにならぬか。忠節を尽くしますぞ。く、わしの S 級オブジェコレクションの夢がガガガ。従わせようとも無駄よ。仕方ない、だいぶ格落ちじゃが、今回のオブジェは的場で我慢してやるわい。地獄で鬼と戦をしようぞ。あ、はい、地獄で頑張ってくださいね。やれ。急に組頭が増えたのう。収入に余裕があることじゃし、ホロ衆を結成して出世しやすくしようか。難しい段取りは正幸師匠に投げてしまおう。心得まして。お聞きいただきたい。さすがは正幸師匠、二つの仕事もマルチタスクでこなせるのですな。頭が Z80 の殿とは大違いですな。プークスクス。わはは、こやつめ。はしーん、行き過ぎー。わしは一体何を見せられているのか。任されました。霊昇院ちゃん、駿府館を取りましたぞ。故郷である駿府の復興をお願いしますぞ。私にお任せを。神原城主は、高坂談笑さんにお願いしようと思っておったが、そろそろ沖田さんを城主にしないと、お茶に妙なフレーバーを入れられそうなので任命しよう。ありがたき幸せ。沖田さんが抜けて、遠藤園長の能力が暴落したので、勝頼君にブーストしてもらおうか。ありがたき幸せ。おおう、遠藤園長の下に帰りがいて喜んでおるな。信貞さんの馬術ブースト要員は、高坂談笑さんにお願いしよう。運に来ようぜ。さあ、行くぞぞ。腕が鳴るわい。やっはー、ついにノップと決戦じゃー。に舞台だけなら余裕じゃな。楽勝楽勝、ガハハ。おいくぞ。我が先方にて押し通る。じゃあ、かかれ柴田チートスター。潰してくれるわ。ああいう男のお尻は弱いものじゃ。後ろからついてやると。ああ、行きますよ。行く行く。敵を撃退するぞ。今が試される時ぞ。あれこそはと思う者は続け。中に味わい深い男に出会った。我が子をご老じたか。よし、やっと壊滅したな。次はノップの番じゃー。食いどころは今。鉄砲にて打ち崩せ。室川衆が一撃じゃどう。ありえません。ほんと、ありえないわー。ノップの射撃、チートすぎー。じゃあ、ノップチートきたー。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。こんなチート野郎ばかりのエーペックスのような戦場にいられるか。の木口を破壊するぞ。ひどいチート蹴った。
何はともあれ勝利じゃ、皆の者、勝ち時をあげよう。エルドモよ、声高く勝ち時をあげよう。これが主人公ホセイちゃんですか。おばたさん、見事な働きじゃ。行くぞぞ、腕が鳴るわい。さあ、次は大井川決戦と行こうか。相手は織田家の中席の庭っちではないか。相手にとって不足なし。やっはー、その首置いてけー。正幸師匠チェックによると、戦力は互角のようじゃ。射撃ポイントがいっぱいあるマップですね。これは活用しなければ。さあ、物ども、押し出せー。が湧き立っておるわ。むむ、大将自らが先陣を切ってきたか。よし、ふっふっふ、この高台からピッピッしてやるわ。我が前に立ち塞がる者らよ、ふだけ散れい。矢にて敵を撃たん。騎馬を前に進め。我らの恐ろしさ見せてくれる。おお、正幸師匠が荒ぶっておる。いいぞこれ。やったぞ。おお、おばたさん、さすがの働きじゃ。やったー、この首を置いてけー。あるー、敵はついえた。六角よしすけ、捕らえたり。おう、見事じゃー。やったぞ。今こそ、勝機をつかむ。カチカク BGM 来ましたわー。わざぶをこの戦場に捨てた。クックック、ニワッティー、その首を置いてけー。おお、さすがは半蔵じゃー、よくやったー。ガハハハハハ、犬千代が逃げ出したぞ。者ども、総当選じゃー。素晴らしい、頂上です。二人ともよくやったー。織田軍の心が折れたぞ。皆の者、勝ち時をあげよう。何度味わっても良きものぞ。うむ、歴史的大勝利じゃ。正幸師匠と半蔵の手柄争い、いいぞこれ。敵将、絡め取った。おお、六角のせがれではないか。ノックの下で働くのは屈辱であろう。どうじゃ、わしの下で働かぬか。これより集金に励みまする。うむ、良い返事じゃ。さあ、伊達殿、我々の威風を見てくだされー。我らの船、になりわたらん。なんですと。長政が反応するんかーい。むむむ、少々物足りぬ成果じゃが仕方あるまい。と、言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。